ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。7月に入ってから、どんどん夏アニメがスタートしているわ。一つでも多くの作品を、時間の許す限り、時間を作って見ていくわよ。めちゃくちゃ張り切ってるな。確かに作品数も多いし注目作も豊富だから、興奮する気持ちはとてもよくわかるぜ。でしょう、魔理沙ならわかってくれると思ってたのよ。最近のアニメは作画が美しいものもたくさんで、改めて日本アニメの技術レベルの高さを思い知るわ。ただ、霊夢の意見に水を差すようで悪いんだが、あまたあるアニメの中にはキャラクターデザイン、通称、キャラデザがひどいと言われている作品が少なからずあるのを知っているか？そうなの？アニメーション作品の中には、キャラクターデザインという役職があるのはもちろん知っているけど、視聴者に不要なものがあるということよね？それは初めて聞いたから驚きだわ。今回は、漫画原作のアニメでのキャラデザや、新シリーズでのキャラデザがひどいと、ネット上で言われているものを集めてみたので、詳しくゆっくり解説していこう。どういう作品が出てくるのか、ドキドキワクワクだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに解説するのは、最近キャラデザがひどすぎると視聴者にとてつもない衝撃を与えた、怪獣8号だ。怪獣8号は漫画が大人気で、満を持してアニメ化された話題作よ。時間がなくてアニメはまだ見ていないんだけど、とにかく人気作品ということを伝えたいわ。さすが霊夢、よく知っているな。怪獣8号は2020年7月より、少年ジャンププラスで連載が始まったバトル漫画だ。連載が開始されたのは今からもう4年前なのね。時の流れの速さたるや。単行本の発売前から日本のみならず、海外でも人気を博しており、最新話が配信されるたびにコメント欄が賑わう話題作だ。多い時は、1日で3200件を超えるコメントが寄せられたぜ。読者が考察を繰り広げているのを見るだけでも面白かったわ。また、各話の閲覧数は配信ごと200万ビューを超え、第31話時点で1億ビューを達成。少年ジャンププラス史上最速となるペースでの突破となった。スパイファミリーに並ぶ、少年ジャンププラス最大のヒット作だとも言われていたわよ。単行本も現在13巻まで発売されており、国内累計発行部数は2024年7月時点で1500万部を超えている。超大ヒット作品と言えるわね。テレビアニメについては、2022年8月にアニメ化が発表され、第1期は2024年4月から6月まで放送された。ちなみに、続編の制作も決定している。先日行われた人気投票で堂々の第2位に輝き、続編に登場する新キャラとなる、鳴海源の、キャラクターボイスを、内山幸喜さんが担当すると発表されて、SNS も大いに盛り上がっていたわ。そんな人気作の怪獣8号だが、第1期放送前にアニメのキャラクタービジュアルが、発表されるや否や、キャラデザがひどすぎると漫画ファンに大きな衝撃を与えたんだ。どういうことなの？漫画原作だからこそ忠実に再現できるものだと思うんだけど、キャラデザがひどすぎるだなんて声が聞こえることすら疑問というか。まず、怪獣8号のアニメーション制作会社は、プロダクション IG で、特撮風アニメを多く制作し、バトルシーンに定評があることで知られている。特撮、という括りだと、攻殻機動隊シリーズや、戦国バサラなどを手掛けているわ。また、怪獣デザイン&ワークスを担当したのは、シンゴジラや、エヴァンゲリオン新劇場版などの、怪獣などを手掛けた、スタジオカラーという映像制作会社だ。めちゃくちゃ豪華タッグだわ、まさに最強の布陣ね。しかし、満を持して公開されたキャラクタービジュアルが原作とあまりにかけ離れたものになっていると、炎上してしまったんだ。アニメの第1期と第2期で、絵柄が変わるということは時々あるけど、初のアニメ化で、いきなりキャラデザにファンから指摘が入るだなんて珍しいケースよ。キャラクターデザインを担当したのは、ナルトなどを手掛けた、西尾哲也氏が担当している。かなりのキャリアがあるベテランなんだが、怪獣8号についてはかなり厳しい意見が相次いだ。実際のキャラデザを見てみないと、何とも言えないわ。では、早速原作漫画と比較していこう。まずは、怪獣8号だ。なんか、丸っこいわね。もっとトゲトゲしい印象があったんだけど。そう、多くの人が、怪獣っぽさや迫力がなくなっている、人が中に入っている特撮風、弱そうという感想を抱いたんだ。特撮風、なるほど、とても当てはまってるわ。同じような違和感を持ったのは私だけじゃないのね。続いて、主人公の、日比野カフカや幼馴染のヒロイン、アシロミナはどうだろう？あれ、二人ともなんとなく迫力がなくなっているような。
どちらもメインキャラクターだということが伝わりにくいキャラデザね。閣下に関しては、隠された闘志を全く感じない、丸みを帯びたただのおっさん。ただでさえ気持ち悪いキャラっていう評価なのに、キャラデザでそれを加速させたらあかんなどと、大きく炎上してしまった。そう、閣下って主人公の割に人気が低いのよね。でも、うちに秘めた闘志でそれをカバーしていた感はあるから納得ができないファンが多いんでしょうね。ミナに関しても、顔が別人、目が死んだ魚のそれと同じ。長髪ござる系男子にしか見えねえなどという声が飛び交った。ござる系って、オタクっぽい人のことよね。ごめんなさい、否定はできない。他にも、イケメン枠として人気が高い、市川れの、もう一人のヒロイン、篠宮キコル。人気投票第一位を獲得した、星名宗四郎も、こんなデザインなら見たくない。別人すぎるという声が溢れた。全体的に、知っているキャラが一人もいないんだが、全員漏れなくモブキャラやないかと不満が続出した。人気漫画だからこそ、原作に忠実なキャラデザを求められるのは当然のことだものね。漫画原作のアニメにおいて、ある意味一番大事な要素と言っても過言ではない気がするわ。追加キャラとして発表されたナルミゲンについても、キャラデザ希少すぎる、俺の好きなナルミはどこ？こりゃあひどい、ダサすぎ、髪の毛なんであれで OK 出したん？といった声が早速上がっている。意見したくなるのもわからなくもない？私の知ってる第一部隊隊長じゃないわ。一時は原作を超える出来になるのではないか、と期待が高まっていたが、蓋を開けてみると厳しい意見が際立つ結果となった。中には、これだけ批判が多いから続編は制作会社が変更になるのではと予想する人たちもいたぜ。制作会社が変更されたことで人気が爆発したアニメもあるからね。まだ何とも言えないけど、原作の持つ、世界観は大切にしてほしいと思ったわ。次に解説するのは、鬼滅の刃だ。社会現象を巻き起こした鬼滅の刃？キャラデザが不要というのは初めて聞いたわ。説明は不要のようにも思うが、簡単に概要を紹介しよう。鬼滅の刃は2016年から2020年まで、週刊少年ジャンプで連載された漫画だ。単行本の累計発行部数は2021年2月時点で、1億5000万部を突破した。私、全巻持ってるわよ。不思議なことに、何度読み返しても飽きないのよね。2019年4月からアニメ放送が始まり、2020年10月に公開された。劇場版鬼滅の刃無限列車編は、日本国内で 404.3 億円の興行収入を記録し、日本歴代興行収入第1位を記録。なぜだろう、何度も何度も見てるのに同じシーンで毎回泣けるのよね。余談だが、映画のメインキャラとなった、煉獄杏寿郎は興行収入400億円を叩き出した功労者として、400億の男という異名も持っているぜ。今後、400億の男は現れないんじゃないかとさえ思えるわね。また、全世界の興行収入は5億700万ドルとなり、同年の年間興行収入世界第1位も記録した。2020年に世界で最も見られた映画だったなんて知らなかったわ。世界的な人気があるのも頷けるぐらい、文句なしの名作です。そんな根強い人気の鬼滅の刃だが、2024年5月から放送された。最新テレビアニメとなる、柱稽古編のキャラデザが X で物議を醸し、話題となったんだ。そうなの？さっき怪獣8号の解説でもちらっと話したけど、途中で絵柄が変わるというケースは多くはないけど、たまにあるのよね。でも、物議を醸すってことだから、解約されちゃった、というケースかしら？まさにその通りだ。柱稽古編から明らかにキャラデザが変更されている。大きく批判を集めたのが、胡蝶忍や甘露寺蜜璃、そして露梨香奈緒といった女性キャラだ。まずはこちらを見ていただきたい。あれ、なんか、目がめちゃくちゃ違和感あるわよ。こんなにまつげが長かった記憶はないわ。そう、目が変わってしまったことに批判が集中している。その背景には、柱稽古編でキャラクターデザインの担当者が変更されたということがあるようだ。だとしても、これは変えすぎなのでは。X では、ケバくなりすぎ、目がプリキュアみたいに大きくなりすぎて気持ち悪い。原作の絵の良さを解約している、初期のように原作に寄せた繊細な絵柄に戻してほしい、といった声があった。みんな目に意見が集中しがちだけど、心なしか鼻も高くなってない？角度でそう見えるだけかな？言われてみれば、確かに過去作とは違うようにも感じるぜ。一部ネットの声で、海外媚びなのでは？というものもあった。もしかしたら、大きな目、高い鼻というのは海外ファンに考慮した結果なのかもしれないな。
ええー、ここまで露骨に変えてしまうのは初期から見続けてきたファンも納得できないのはわかるわ。せっかくストーリーや迫力満点のバトルシーンなど、見どころが多い神アニメなのにもったいないわよ。柱稽古編のアニメ終了後、その続編となる劇場アニメ、劇場版鬼滅の刃無限城編が、三部作で制作されることが発表された。評価映画は元のキャラデザに戻っていますように、と願う X ユーザーは少なくない。さすがに人によっては、このキャラデザは物語に集中できなくなってしまうレベルだと思ったわ。X での声が制作側に届くといいわね。最後に解説するのは、悪の花だ。初めて聞く作品だわ。だからこそ解説が楽しみよ。悪の花は2009年から2014年まで、別冊少年マガジンで連載された漫画だ。2013年にテレビアニメが放送され、2019年には実写映画も公開されている。実写映画化もされているだなんて、かなりの人気作だったようね。単行本は全11巻で、2019年10月時点で累計発行部数は300万部を記録しており、アニメ化もかなりの期待がされていたぜ。300万部は普通にヒット作品よ。ファンが期待するのも当然ね。実は、アニメ悪の花はキャラデザがひどすぎるアニメとして非常に有名なんだ。原作漫画と一緒にアニメのキャラクタービジュアルを紹介するので、ぜひ見比べてみてくれ。ひどすぎるって一体どれほどのものなのか、ドキドキするわね。主人公やヒロイン、さらに別のヒロインもいずれも原作とアニメで別人になってしまっているんだ。かろうじて主人公の友人は、原作に寄せたビジュアルとなっているようだが。ちょっと待って、これは同じ悪の花という作品なの？全くの別物なんですが。もちろん別のものを解説していないし、どちらも悪の花だ。なぜこれほどまでに別の見た目になってしまっているのかしら。さっきも言ったけど、漫画原作のアニメはキャラデザは原作に寄せて描かれるもののはず。実は、悪の花は日本のテレビアニメでは史上初となる、全編ロトスコープを用いた作品となっている。ロトスコープって何？ロトスコープは、実在のモデルの動きをカメラで撮影し、それをトレースと呼ばれる複写技術で、アニメーションにする手法だ。最近だと、現在放送されている連続テレビ小説、虎に翼のオープニング映像も、ロトスコープアニメーションで制作されている。実在するモデルをトレースしてアニメーションにする手法。まさか、アニメキャラの顔もモデルの顔をトレースしている。ってこと？まさにその通りだ。ロトスコープ技術を採用したことで、キャラクターは原作とは全く違う。実写タイプのものとなった、というわけだ。冗談で言っただけなんですけど、っていうか、それってありなの？もうちょっと経緯を詳しく教えて。もともとはアニメ監督の意向で、原作の絵に寄せる形で制作する予定だったが、ロトスコープによる実写撮影をしている途中で、実写のモデルに近づける形への制作に方向転換をしたそうだ。それって誰一人得をしないのでは、一番肝心の原作者はそれで OK を出したの？納得したの？原作者は監督から、原作の絵に近づけた方がいいか？ロトスコープのモデルの顔の方がいいか？と聞かれ、全く違うものの方がいい、モデルの顔でやってくださいと返答し、そのままアニメが完成となったという。あくまで憶測だけど、これって監督に押し切られているのでは、もう完成間近の段階で相談されていたとしたら、今更原作に寄せてほしいって言えないわよね。アニメ第1話が放送されるや否や、ネットは荒れに荒れた。クッソワロタ、三浦おるやん、あんなんじゃ1話切りする人多いで。制作側の、2アニメ、これぞ原作で、部など非難号々だった。原作ファンは怒ってもいいレベルよ。ただ、ヒロインが三浦さんのように見えたのは私だけじゃなかったのね。もし、視聴者のみんなの中で悪の花を超えるひどいキャラデザを知っている人は教えてほしいぜ。キャラクターデザインを担当する人って、原作がある作品のアニメ化の場合は、特に気を配って取り組まなければならないということを、今回の解説で改めて感じたわ。そうだよな、原作が人気だからこそアニメ化されるわけで。原作ファンは、好きな作品のキャラクターが動いている場面や声が当てられている姿に感動を覚えるものだ。そう、だからこそ原作へのリスペクトと再現性は常に高くあってほしいのよ。そして、アニメから原作愛を感じたいと考える原作ファンが多いということも知ってほしいわ。どれも重要なことだと思うぜ。ただ、原作ファンだけを大事にするべきというつもりはない。アニメだからこそできる表現などもあるわけで、そのバランスを見誤らないようにすることが重要だろうな。それが難しいんだけどね。
とりあえず、私は今からマリサと一緒に今回取り上げられたアニメを一気見するわよ。一気見？よし、たまには霊夢のわがままに付き合ってやるか。今日はアニメパーティーをやるぞ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。